はい、楽しく元気でチャレンジャーなあこばあちゃんです。おばあちゃん、今日は何の日か知ってる？今日は長崎に原爆が落ちた日でしょ。そうです。今式典があってたよ。あってた、うん、おばあちゃんは長崎に原爆が落ちた日は何しよったと？いくつ？6年生6年生か、うん、夏休みやから、うん、それはいつ知った？いつ知ったかはちょっと記憶にないけど、おそらく広島長崎に落ちてから、それは官庁県庁関係には連絡は行くやろうけど、田舎による一般の家庭にまで連絡、そういうふうなことが分かるっちゅうのは、やっぱりそこ1週間か10日以上経っとったやろと思うよ。そうなんだ。まあ新聞も今みたいに毎日今日 LINE やったんじゃないか、よく覚えんけど、やったかな。電話があるわけじゃなしね、家に電話があるわけじゃないし、そういうの その報告っていうか知らせっていう、まあ隣組の回覧板はあったけどね、そんなのいつ知ったか記憶にない。でもあれでしょ、家に着いとなんか家庭内放送みたいな、パン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 みたいな、優先放送や、優先放送。あれも戦後よ。あ、そうなんだ。戦後よ。どこ？じゃあ今そのテレビ戦後は何年かしてからよ。じゃあテレビで見て、おばあちゃんテレビなんてありません、その頃。いやラジオで聞いたんかな、そうよ、ラジオで知ったと思う、みんな、その原爆の、原爆、それが原爆がどんなの、原子爆弾ってどんなもんかわからん、とにかくキノコ雲ってファーってキノコ雲が出たのは、その放送で知ったやろと思うけど、どういうふうなその影響があったのかっていうことは、その時聞いたけどやろうけど覚えてないね。まあ6年生やけどね。じゃあさ、住んどった宗像の三郎丸には兵隊さんとこらへんたと？兵隊さんが来とったよ、もう。お寺とかね、お宮とかに集団でっちゅうか、何部隊の何招待とかいうやろうけど、何人かずつあちこちにこう散らばってから、なんでこんなとこまで兵隊さんが来とるのかなと思いよったけどね。兵隊さんとなんか話したそれこそ田んぼの、そのさっき言ったみたいに田んぼの田の草を押しって言って、田んぼに稲植えるでしょ、稲がこうちゃんと間隔、このくらいの間隔を置いて植えてあるわけよね、だからずーっと溝があるわけよ、稲がきちっと並んで整理整頓したみたいに並んでるから、その間にぐり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 やのこう回す、土をその回すような、田の草を敷いて、田んぼの草を土をひっくり返して、その草が生えんようにね、根をひっくり返すように、こう押して押していくのから、向こうまで行ったらまたこっち向こうからこう押して、でこう押していって、それを縦横2回ずつしないけど、何日かおきに、その田の草をしよう、ちょうど夏休みやからお昼頃しよったら、ヘッドさんが何年いてか そこら辺に来てから、何をしているのか聞かれたような気がする、田の草をしですって言ったら、親から何か悪いことして、親から何か注意されて罰にさせられるのかとか聞かれたような気がするよ、どういうふうな喋り方で話したかは記憶にないけど、なんでさせられよったと、はそれを、田の草押しをなんでさせられよったと、田んぼを稲作っとうでしょうが、だからそのあちこちにその広い田んぼじゃないからこう、段々畑の田んぼやからね、田舎やから、だからその田んぼ、この田んぼとこの田んぼは、私この田んぼとこの田んぼは弟って割り当てられてから、それを縦横2回自分で日にちをやりくりしてから、何日までにそこを田の草を縦2回横2回交互に
田中さん教えて、そしてそれをした後は今度は田中さんの手取りっちゅうのよ、苗がこうやっとったらそのくるあのぐるぐる回るので押していけばその感覚はちゃんとあれするけど、こうしたらこれが植えてる、この全く根元には草が生えてるわけよ。でこの入れと入れとの間は草が生えてる、もうこうひっくり返すから草は生えんけど、この稲が植わってるその周りには草が生えてるわけよ。だからそれを手でこうしてから取って、中にはあの土の中にはしこう、またこう取ってからその苗がこういっぱい植わっとるでしょ、こうやって。なんかこう手がこう取って土を拾って、土をギリギリと草をこう丸めて土の中に押し込んで、その田の草手取りっていう、それをもうその田んぼさん、そういうふうにしてせんとその草が生えてくると稲が育たんから、重要な役割をさせられるんだよね。それを自分で計画立てていついつまでにって、それを父からちゃんともう見つけられとるから、夏休みの間は何日ぐらいまでに、あのその田の草をしよう、しとくようにって言われとる、黒板にね黒板にも日曜日なんか仕事はもうあのあれとこれとあれをしてこれをこうしてって言って、その父が計画立てるとるのを黒板に一つ何々一つどうぞそう一つ何々するってちゃんと箇条書きに、仕事の箇条書きに書いてるのよ父が。そしたら朝から起きてですね、それにみんな手伝いに行ってお昼食事に帰ってきたら、済んだ仕事だけはチョークにちゃんと消していい、昼からこことこことこれ、そんなふうな生活してたよ。人手がないしね、父は勤めながらの農家でしょ、だから母だけがしよったから、だからみんなで手伝わんと、食料がね、ないわけやけど、ね、そしてお米もちゃんとこの田んぼはこのくらいの広さやったらこのくらいのお米ができるっていう、そのやっぱり標準があるわけよね、だからこの家はこれだけ の田んぼがあるからこのくらいぐらいの食料ができるから、その中のどれだけは教室、教室教室って言ってからその、納税みたいなもんよね、そう納めらないけどね、納めるわけ、だからそのせっかくさうちで稲やら作っとるけど腹いっぱいはご飯食べられんから、いつももう白米なんて戦時中食べたことないね。そうなの。白ご飯は。もう大根を刻んだり、それから芋を刻んでから一緒に炊いたりしてお粥にしたり、そういう何かを入れて増やしてご飯を食べたりさせられる。でちゃんともう一人に一人お茶にちゃんともう継ぎ分けてから。おかわりできんと、おかわりはない。おかわりしたかったら、したからでもない、したいでもないよ、もうその分だけしか炊かんから、人数がその子供は多いしよ。おばあちゃんは何人兄弟やったですか？6人兄弟です。それの一番上、長女そうなんだ。もうほんとそんな生活してきたらね、ほんと白米。まあ、今日もいろいろとね、戦時中の話をありがとうございました。はい、それじゃまた。はい。